部屋はいつでもあの頃と同じだよ。セピア色に変わった大きなポスター、しばらくぶりにあなたのメールが届きました。近々うちに帰るよ、クラスメイトに会うから。どんな髪の色をしているのでしょう。おばあちゃんたちも家を離れて何年経ったでしょうね。あの時の子犬はもう9歳。壁紙の殴り書きや私が体験したあの目に見えない世界のこともお伝えすることが私のライブの目的になってるんですけど、鎮魂歌はそういう意味でね、不思議なんで自分に、笑いと涙と元気とあとこういうふうに鎮静とみたいなね、そういうライブの中にあったらいいなと思ってたのね。自分が自分だし、自分で 100% 生きられたらいいな思いますね。みんなもすぐに行けれたらどんなに自由なのかと思うのでね、自分は自分でいいんだよ、長所も短所もあって自分です、自分を許しましょう、これかな自分を好きになりましょう